この度ボクシング CH は2019年4月2日火曜日午前10時をもちまして、フォートナイトを引退します。理由としましては、プレイステーションが PlayStation Network利用による利用規約改定のゆるサインアウトの問題について少し喋っていこうかなと思います。4月2日にですね、プレイステーションアカウントがですね、全員一斉サインアウトとなるんですが、なんとボクシング CH メールアドレスも受信できないアドレスで、パスワードも知りません。はい、ログインできません。はい、引退です。ということで、4月2日をもちまして、このアカウント使えなくなります。すいません、皆さんたくさんのね、プレイしていきました。このアカウント、一切使えなくなります。いや、悲しい、悲しすぎる、悲しい。いや、マジか。とうとう来たか、一斉サインアウト。で、この問題が改善されるのは、まずは北米版のプレイステーションに連絡してと。対応しました。できません。復活できませんでした。日本のプレイステーションに連絡しても、北米版アカウントは日本の管轄外だと。唯一、このアカウントを救出できる方法が一つあります。何かというと、フォートナイト、エピックゲームさんがですね、アカウント統合といって、このアカウントのデータを違うアカウントにデータ移行することができると、そういう機能があるっていう話を聞いたんですね。その話があるから大丈夫だなと、安心しきっていた矢先ですね、エピックゲームさんから言われたのが、まだその機能ができてないと。できませんと。統合できませんと言われて、早ごえと。いや、終わったー。ということでね、今までずっと課金してきたこのスキンたちが、いろんなスキンたちがなんといなくなります。なので皆さん、クッキーマンも僕は使えなくなりますし、悲しみです。あー、今まで貯めてきたアカウントが全部なくなります。スキンも全部なくなります。こんなに頑張ってきたのに、こんなに、去年のザ、去年じゃねえや、一昨年だな。一昨年の友達からフォートナイトに誘われ、フォートナイトを一緒にプレイした日は忘れません。いや、ほんと悲しいわ、悲しいわ。まあこれはね、僕が本当に急いで作ってしまったアカウントを、それまで深く考えずに、当時はまあ北米版アカウントがないとダウンロードができなくて、本当に軽い気持ちでね、適当に作っちゃったんですよ。いや、マジで後悔してる、後悔しかねー。僕がゲームできるのは1日までこのアカウントが使えるということで、4月2日10時にはもうこのアカウントは一斉にログアウトされてしまい、永遠にお眠りになってしまうと。で、これね、僕はね、結構ね、こういうね、アカウント情報とかそういうの結構昔から適当でやってたんで、皆さんね、これを機にね、真面目にそこのところはやってほしいかなと思います。まあ僕みたいな犠牲者が出ないよう。いや、悲しい。フォートナイト、エピックゲームズさん、ソニーさん、助けてください。やだ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 、このアカウント大切にしてたの、やだ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 。なんかね、このアカウントにはいろいろ助けてもらったし、ボクシング CH ってこの左上にね、出てるから頑張れてこれた。なんかいろいろね、深いアカウントなんです、このアカウント。去年の3月20日から僕は YouTuber になり、このアカウントと共に頑張ってきたんです。夏休み前まで1日3時間を3回生放送し、1日9時間以上生放送してました。毎日休まず、夏休みになり動画投稿を始め、生放送の本数も少しずつ減っていき、いや、マジで悲しい、マジで悲しい。いや、もうどうしよう、ダメだ。もしね、アカウント統合ができるようになったら、もうエピックゲームズさん、早く早くお願いします。いや、にしても悲しすぎる、悲しいな、悲しいな。お化けもがゴーモー、
からすぎるで。これからはですね、アカウント何使うのって話があるんですが、一つねアカウント僕用意してあるのが、クリエイターサポートのボクシング GG ってアカウントがあるじゃないですか。あのアカウントを使っていこうかなと思いますね。オッケー、ウォーフー、ウォーフー、オーマイグッドネス、ありがとうございます。まあこれからはねボクシング GG というアカウントでね活動していくんですが、そのアカウントでも課金ちょっとして、もしねアカウント統合ができるようになったら、このアカウントの情報が返ってくるので、まあいつになるかは分かりません。去年の夏ぐらいからできるって話になって、で、できなくなって、本当にいつになるかちょっと分からない状態です。なんか敵いんの、うわっ、しつこいの。狙われてんな、他に。あ、3人。さあ、どうなる。おえーうふーうふー、ラスト、あー、なんかおかしい。オーマイグッネス、オーマイグッネス、ジッジー。はーい、ということでボクシングチャンネルのアカウント停止について、皆さんね、お疲れ様でした。今までね、ボクシングチャンネルアカウントありがとうございました。で、今後ね、エピックさんの対応にて、このアカウントの情報を抜き出して、別のアカウントにね、統合することができる、早めにできるようにね、よろしくお願いいたします。ということで皆さん、ご視聴ありがとうございました。